とやばい状況が起きまして、表題にある通りなんですけども、僕自身はね、一応そのセミリタイア生活と言いますかね、皆さんみたいにこう会社員で生活してるわけではなくて、YouTube もそうですし、物書きもそうですし、あとこう不労所得を構築してたりとかね、そういうような感じでですね、副業の集合体で生きてるって感じかな。本業は持たずに、この全部副業で生きてるみたいな感じでね、やってきておりましたが、ちょっとね、一つ、激震が走りました。僕はもう死ぬまで、これ安泰なのかなと思ったんだけど、一部事業ですね、収益化が、この夏より、終了になりますよ、ということで、開国通告されたと、いうことでね、いわゆる、平たく言えば、クビです。夏から収益が一部閉ざされるということになりました。このね、僕のそのやってる、不労所得といえば不労所得なんだけども、それでもやっぱりね、毎日、1、2時間ぐらいはね、やっぱり時間取られてたわけですよ。そのために時間を当てなきゃいけないし、別にその、ながら仕事でもいいんですけどね、本読みながらでもできるような、その手順でできることだったんでね。で、別に家でもできるし、外に出てノマドワークでもできるし、ってことでね、ずっと、今日までね、やってきたわけですよ。で、これの仕事はね、結構かつては、結構いい金額がね、入ってきてた時期もあったんです。特に2年、3年ぐらい前からかな。結構調子が良くて。で、やっぱりコロナの影響があったりとかしてね、直後が問題なかったんだけど、最近はやっぱね、その影響が今来たのか、もうヒュー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 とだいぶ減りましてね。今は14、5万ぐらいしかならないちっちゃなビジネスではありますが、副業としては、ぼちぼちじゃないですか。で、かつ、これが、丸々入ってこないって、地味に痛いんですよ。これ本当にね、どうしようかなっていうところで、ちょっと途方に暮れてるということでございます。そして今回ね、落ちないです。本当それで終わりです。もうどうしようかな、みたいな感じ。どうしてこの14万、15万を、どこでどう捻出していけばいいかな、みたいなね、アイデアありましたら教えてくださいよ。いよいよね、ちょっと働きに行かなきゃいけないのか、もしくは何か工夫しなきゃいけないよねってことで。前はね、ちゃんとこの、これがなくなったけども、これがありますよ、みたいなね、ものがあったんだけど、これなくなっただけです。何もフォローすることありません。何にもないんですよ。ただ手痛いね、みたいな。それで今ちょっと、ふと思ったんですけど、生活費は足りないね、みたいな感じでね、ちょっと足りなくなるか、生活費は足りるけど、投資がちょっとこの後、できなくなるみたいなね。っていうことも考えなきゃいけないよねってところで、ちょっとどうしようかなって感じです。本当、一応そのリスク分散のためにね、一つ、よく言われるのはね、一つの籠に盛るなってね、投資の世界でもよく言われています。それは仕事でも一緒ですよね。一つの仕事だけではなくて、複数の仕事を持ってね、何か一個が失ったとしても、収入源がね、確保できるようにするっていうところなんですけども、今回ちょっと結構ね、結構ギリギリ足りなくなるっていう、いつもだったら別に一個なくなってもこれあるからこっち頑張ればいいかみたいな感じでやってたのが、ちょっとゴンとなくなっちゃったんで、これをどこで捻出しようかなっていうところで、この後頭悩まされると思います。今言われたばっかなんでね。今言われたばっかなので、ちょっと本当ね、どうしようかなっていう。この今日動画撮ってるのはね、2023年6月17日ですけども。土曜日ですか、今日は。最悪のね、土曜日っていうか、
昨日連絡が来たのだな、これね。昨日連絡が来たんだけど。まあまあ、ちょっと朝起きて、昼、夕方、ボヨボヨンとしててね。ああ、なんか YouTube でも見っかなと思ったら、ちょっとメールが来てたけど、なんだろうみたいな感じでね。ちょっと見たら、あれれみたいなところで、ね、おいおい、マジかってところで、ちょっとまあ、そこら辺の話し合いもちょっと今、明日、休み明けにでも行こうかな。あ、ダメだ。ちょっと予定があるからダメだ。終わったらまあ、ちょっと、まあ、6月末ぐらいかな。ちょっと出て、そこら辺どうなんですかみたいなところでね。ちょっとその、まあ、なんでそうなったのかっていうところはね、触れられてはいるんですけども、ちょっと合点がいかないというか、その、納得がいかないんじゃなくて、あれ？なんでだろうっていう、この謎の部分があったんで、ちょっとそこら辺の確認をしてですね、まあワンチャン、入ってくるかもしれないけどね、まあ多分無理かな。無理かな。わからんけどね、ちょっとそこら辺の話を聞きに行こうかなと。痛いね。まあ人生は本当ね、何が起こるか分かりません。皆さんも、ね、いつまでもね、ずっと今の幸せが続くわけではありません。プー太郎さんもね、ブチ切れてワンワン言うとりますけども。ね、プーちゃん。以上でございます。